この選手は強いって本当になんていうんですか、作られたチャンピオンとかじゃなくて本当リアルで強いっていう選手になれるように。日向ズウェーブ2011年は大きな津波となる。無制限のミドルで躍進し、その花が大輪を咲かせたのは昨年。 K1 マックス70キロ級トップ3に入る実力者アルトゥール・キシエンコを必殺三日月蹴りで破り、一躍世界から注目を集める存在となった。そんな大事な大事な2011年、日向には大きな目標がある。2011年は自分の年になるように、今年全勝してでかいチャンスを掴んでいけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ワンマッチ最強と言われてるんですが、トーナメントでも十分やれるだけの体力はもうあると思いますので、ぜひトーナメント優勝してほしいですね。そんな日向にはこのようなトップファイターを用意した。韓国ムエタイ協会王者チェ・ウヨン、世界を股にかけ活躍するパジョン・スクと互角の試合を展開し大いに株を上げた韓流ファイター。パジョン・スク選手とやってる YouTube を見たんで、まあいい選手だなと思って、まあ、40何戦やってる選手だし弱い選手ではないなと思いました。間違いなくその実力は本物。日向にとっては2011年初頭から大一番を迎えることになる。まあ、僕が今すごい練習してることがたくさんあるんで、まあ、それをうまく出せて世界レベルだぞっていう自分の試合を見せたいですね。もう本当に他の選手とは違うぞっていう、下がるぞっていう。そう、真の王者へ。日向に楽な試合はない。メインイベント、日向 VS チェ・ウヨン。